狂える魔導士の迷宮を経験した奴らだ。面構えが違う。違うな。ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。ポンポコのヤマトです。はい、というわけで今回はね、ゴーットレール新セット出たということで、新スタンダード対決やっていきたいと思います。紙がね、まだ発売されてないので、新カードは全て、まあ、コピーを使っておりますということで、あらかじめそれをご了承くださいというわけなんですが、まあ、今回ね、ダンジョン&ドラゴンのね、そうなのよ、コラボということで、そうなのよ、それらの新しいカード、そんなに使ったデッキをね、やっぱ遊んでいきたいなと思いますんで、誰もが遊びたいだろう。なんかアリーナの方ではちょっと先んじて、うん、やられてるけど、紙ではまだなんで、ワクワクだよ、ぶっちゃけ、はい、これは。ということで、僕が使うデッキはこちら、ダンジョンデッキ。ダンジョンデッキ、はい、ちゃんと用意しております。こちらでっかいでっかいはい、ちょっと、まあ、動画用にでかく印刷したんですけど、こちらね、どれか一つを探索してね、まあ、これらのアドバンテージを駆使して戦っていくアグロデッキになります。まさかね、マジックでこれができるっていうのはちょっと僕新鮮な気持ちなので。そうなんだよね、俺も結構そのダンジョン&ドラゴンズの世界観をだけをちょっとね取り込んでくるかと思ったらね、ゲームシステムに今ねこうやって落とし込んでくるっていうのね、結構びっくりなんですけど、まあ、これでちょっと遊んでいきたいなと思います。はい、はい、レベルアップ。なるほどね、ここはハレリア地下ダンジョンだから攻略していくと。あ、まあ、ハレリア地下2階、まあ、ここはダンジョンの入り口、さらば深淵があるかもしれないっつって出口はあるんだろうかね本当にここに。はい、というわけでポンポコは、俺は、まあ、トロピさんがさ、ダンジョンを攻略するんだよね、うん、遅いよ、遅い、遅いって何？あの悪いけど、そんな山とかさ、あの部屋の奥とかに行ってる場合じゃないんだよ、僕は。手前じゃない、ドラゴンなんだ。おだからさ、のダンジョン&ドラゴンだね。僕はドラゴンのデッキを使おうと思って、ダンジョン&ドラゴン対決。そうなんですよ、だから僕は空から行くわ。空からもうダンジョンとかもう潜らないわ、潜らない、あの乗っていくよ、 RPA。 そうだから、そうあのRPG の後半の方で使えるなんかその飛空艇みたいなあれで戦うわ。で僕はほらあの穴を掘るとかじゃなくてさ、空を飛ぶなんで。確かに俺ダンジョン戦うから、そうそうそう、穴を掘ってるし僕は空を飛ぶで行くから色味が違うかなと思うんだけど、まあ、あのダンジョン&ドラゴンズってことでね、やっぱダンジョン対ドラゴンを戦おうと思いますわというわけで今回はダンジョン&ドラゴンズのねコラボということで、ダンジョン VS ドラゴンデッキということでやっていきたいと思います。というわけでよろしくお願いします。勝つぞ。ではダイス、よし8ね、やべ、はい、先行もらいます。うん、悩ましいがキープでいこう。はい、よし、僕もキープです。はい、いきます。まずは白黒ランドプラスに1枚です。おお、はい、ドロードラゴンの女王の陣。お、これ場にドラゴンがいるから、うん、出るときにドラゴンを公開するとアンタップインできて、うん、入った後は色一つ選んでその色が出ると違います。何色選ぶの？僕ね、アダルトゴールドドラゴンを見せてアンタップインします。色はね、赤、赤、これです。よし、とりあえずじゃあ3点払います。あ、強い土地や。そして勝利した冒険者、はい、いちいち接しだったけども俺のターンである限り先制攻撃を持つと。強いやつやん。で攻撃するたびにダンジョン探索。えっ、ちょっと戦闘最強だよ。おお、なるほど、今ダンジョンの前まで行ったね。そう、行った。えっ、てかまあこいつ帰ってきたじゃん、勝利してんだよ。もうこいつ帰ってきたね、この絵的にはね、まあ、確かにダンジョンの方も踏破した人みたいな一回踏破した人みたいなおしまい。ちょっと待って、そいつやばいな、踏破されたらまずいな。ドロ、じゃあ赤だ。本当？赤、赤、赤と青で、はい、オーバードラゴン回復。はい、来た。これ1マナタップすると好きな色のマナ2点加えられて、ドラゴン呪文と唱えるかドラゴンの能力を起動するのに使えない、うん、マナファクトですね、はい、ドラゴンマナファクト。はい、じゃあタップします。まあそんなことやってられん、俺はね、どのダンジョンを探索させていただこう。うざそんなことやってられん、言ってろよマジで、はい、レモンの小道青のちょっと置いて、はい、3マナ遺跡探し、ハーマッパシャール。えこいつは、ダンジョンの部屋能力が追加で1回なんてことすんだ。ちょっとこれ もしもうダンジョン入るからちょっと皆さん後ろに行かないといけないじゃないですか。攻撃アダック、攻撃するたびにダンジョン探索します。でててんバババババババさあ目の前にダンジョンが3つ現れた。急に出てきてさ、カードの下回避がでかすぎてビビったどこのダンジョンに入ろうか。どこに入るんですか。おい、なんか楽しそうだなこのデッキ。マジかよ。俺はちょっとね、やっぱり冒険者なんで一番ちょっと部屋数が多い狂える魔導士の迷宮。ドゥ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 。まずは大口の門、これちょっとマーカーということでガラクが入っていったぞ。あなたが1点ライフを得る、1点得るんだけどもハーマパシャールがいるから2回発する、はいはい、ということで2点ゲインして19ってことでね。で、アタックして1点、こいつの接種19になりました。はい、おしまいです。おい、マジでいきなりいきなりダンジョンが目の前に構築され始めた大丈夫これ画面的に、画面的にすごいけどね、画面制御率がすごい。ドロー。そんじゃあね、はい、
切り物の小道にします。はい、言って終わりです。終わり、まあ、その間にね、やっぱりダンジョン攻略していきますよ、僕は。やめてほしい。陽光のぼりの小道、じゃあクンドル族のバローウィン、なんすか。これ出た時にダンジョン探索します。で、攻略した時にダンジョンをクリアしてたら、墓地のクリーチャーカード、サマネカのクリーチャーカードをバイブ押せる。待って、これうん、チップでダンジョンなんだね。で、これから2回出すんだよね、うん、じゃあスタックだ。スタック、じゃあスタックだ。さすがにそんな許すことできないな、これ。ドラゴンの火を発動します。まあ、追加コストとしてバニールドラゴンかテクノドラゴンを公開すると、うん、で、公開しなかったら3点なんだけど、公開かバニールドラゴン選んでたら、うん、そのパワー分ダメージを与えると、うん、ここに4点だ。ここに4点、OK、じゃあ、ウンドルトコのバローウィンさんでダンジョン探索、ダンジョン階層にちょっといきます。カラフ君ダンジョン探索行って、戦術、なるほど、これは下かな、はい、戦闘1点、ダンジョン探索。ででん、次どこ行こうかな。次はゴブリンのバザール行こう。おお、宝物トークン、オッケー、宝物トークンを出すと1点くらって、ジャジーおしまいです。暗雲が立ち込めてしまうの。お、悪くない、悪くないな。赤からこのカインドを使います、はい、2万出しました。お、5万来た。いけ、アダルトゴールドドラゴン。アダルトゴールドドラゴン、声を大にして言いたいドラゴン、はい、このアダルトゴールドドラゴンは飛行、速攻、反抗、すごい簡単な能力。いいね、戦闘入ってみますか。はい、4点バッチリ、でかい、1、2、3、4、しかもライフ回復される。そうだ、パワーが低いから、終わりです。すぐにライフちょっと持っていかれしまったな。ただ果敢にアタックしていくしかない4点で、ダンジョンパン、失われた階層、戦術に強えな、マジで、ダンジョン本当に強いのか、このダンジョン。結構入れて、4点まあ、戻ったわけだな。清水の小道、置いて、はい、今ので、ユアンティのロー、やばいやばい、何をする人なんですか。こいつはですね、単独で攻撃している限りブロックされる。やばい、イメージ与えるとダンジョンやばいおしまいだ。そうだ、俺のアダルトゴールドドラゴンで倒さなきゃ。こいつはね、シュッ、失礼します。はい、私殴らないとこっちもライフやばいんで、アダルトゴールドドラゴンでアタック4点。うーん、まあいいでしょう、11。終わりだよ。これ終わりか。ここで4マナ使って、冒険の戦利品使います。ほう。こいつは、パーティーに構成しているクリーチャー1点につき1スクナがあります。まあ、クリリックと鳴らす者がいるから4マナ。パーティーって言い方がいいね。パーティー。盤面じゃないの。ダンジョン探索するパーティー。いいね。パーティーいいな。で、3点回復して、今14。3点回復すんの、うん、で、おい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 、スリードロー。そうだよ、これはカノン。これヤバくない、強くない、シンクスのケージ。おい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 、たまったもんじゃないよ、そんなの。よし、そして相手はね、まあブロッカーいないんで、行くだよ、コンバット。いてぇ、6点受けた。コンペ、まずは、まず1回。うわー、スケルトン、どうしようかな、スケルトン出すか、上のカード、これ上のカードいこう、ルーンストーン独占いこう、ライブラリーの上の2枚を追放する、それをプレイしてもよいと。土地だったー、土地だった、危ねえ。まあでも土地で引かなくて済んだということで、危ねえ危ねえ。とりあえずで次に今、ユアンティが通ったから、ユアンティの呪われし者の子が通ったから、もう一回ダンジョン探索。ちょちょちょ、やばいやばいやばい、マジ戦術3、違う、違う、違う、おいい、戦術3ってやばくない。おこいこう、じゃあメイン2、はい、トライとして、おしまいですかね、これで。そちらのエンドフェーズに発動するカードがあるぜ。何カードですか。マグマオーバーズを宝物に変えます。あ、なるほどね、なるほど、宝物に変えた、宝物に変え、探します。1マナでサクリファイスして上から7枚見ます。うん、模様済みになった。砂漠滅ぼしのイムリ、うわー強い、加えます。で戻します。なるほど、アンタップ、okay、アップキープ、ドロー。さて、そろそろ、うん、終わりでいいんじゃないか、ダンジョンは。早い、ダンジョンはちょっと、早くない、ちょっと攻略はやめてもらおうかな。まあ、一旦ね、アダルトドラゴンでぶん殴ろうかな。ピチッ、まあ、とりあえずはどうですか。いや、とりあえず殺すなよ。ダンジョンの子、さすがにドラゴン許されん。これ以上のアタックは許されん。あんまり困ってなそうなポンポコと思うじゃないですか、ここで4マナで。はい、ドラゴンの介入を打ちます。なるほど、ポーチにあるインスタント化ソーサリー呪文を追放することによって、わマグマワッパスを追放して、そのマナコスト分のダメージをノンドラゴンクリーチャーに当てる。8点僕はこいつらをプシュッ追放します。やべえ、一旦これで落ち着こう。やばい、終わり、スリードローのアドバンテージ。危ない危ない、もうダンジョンゲームオーバー、パーティーは全滅しますからね。だから俺も、えウンドル族のバロー、まだいた、まだいた、え、やばい、こいつ、そして出た時にダンジョン探索する。来た。
食える魔道士の住処。うわー、あの3枚引き、その中から1枚マナコスト、払うことなく唱えてもよい。やっちゃダメだよそれ。だからマジ、メッシのパラディナダール、マジ、はい、でこれ踏破しました。やった、クレール魔道士の迷宮クリア。やーべえ。さらにこいつナダール出ました、メッシのパラディナダール。こいつ出た時また出るか、こいつ出た時またダンジョン探査するんで新しいダンジョンに行くか、新しいダンジョン、なんか同じダンジョンに行くか、またね、3つ、いや冒険してほしいけどね、こっちとしては。じゃあ行こう、魂を暗墓に行きます。行ったよ、一応このダンジョン1回攻略しましたよ、ダイソー行ってきました、ね、で、バロのある入り口、各プレイヤーはそれぞれ1点のレフェッシュになる。しかもね、このナダール追加効果あって、ダンジョン踏破していると全員プラス1修正。やばいよ、おしまいです。はい、ちょっとドラゴン欲しいな除去、カラーエスパーだから強いな、除去が。一旦行ってくれ、この一旦イブリス、はい、オッケー。まあ飛行5-5でアンタップ状態だと5砲4、なるほど、思っていると。でこいつプレイヤーに戦闘で入るとワンドローと、その後手札の枚数が3枚より少なかったら、うん、その差に等しい枚数の顔をドローする。なるほど、まあ、結構強い。オッケーです。全然困ってないんだよ、5砲4だよ、5砲4。なるほどね、2マナの除去は6マナ必要ってことだよ。じゃあ6マナ払うか。マジかよ。2マナと5砲分の4マナ、おい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 、殺します。おい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 、ドラゴンなんてね、そのズルさせないよ。おい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 、困るな。で、ここでアタックします。まずは、まあ、どっちも誘発するんだけど、まずはバロウィの効果、攻撃するたびにダンジョンを踏破していると3以下であるクリーチャーを場に戻すということで、遺跡サカジュハンワパシャーラを戻します。やばすぎ。そしてナダールの効果解決、攻撃するたびにダンジョンに行くということで、どうだな、どうしようかな、ちょっとやばすぎるな。恐怖のベルに行こう。各ペア1枚してない限り2点のライフを失う。ベルのリリアの感じは2点を失うな。もう1回やっていいや、はい、ちょっと待って、もう1回、もう1回もう1回、もうやめろそいつマジで。いや暗い、しょうがない、これからもう捨てられない。2点から、俺も2点から、オッケー。いやだー。そして、はい、7点。え、なんかさ、ダンジョン組パワー高ない、強いよダンジョン。マジかよ、おしまいです。強っ。ちょっと待って、やばい、もう1回ダンジョンね、攻略してるからね、さすがに強い。もう狂える魔道士の迷宮を経験した奴らだ、面構えが違う。違うなドラゴンの女王の寺院で、アイシングデスを攻撃してアンタップインします、はい、アンタップインして、まあ、赤かな、赤マナ出るようにしました。いやー終わりだ、ドアンタップします。アップキープ、お待ってもらおうかな。なんだ、8マナ、ちょっとダンジョンはねやめてもらおうかなマグマオパス、オパスオパスされます、サイド。オパスまず3点いってる、ケツ高いんだこいつらみんなな。じゃあ8のこっち倒して、はい、でその後にまあこいつら公爵タップして攻撃できない、エレメンタルトークンが出てきた上で2ドロー、まあ、4-4のエレメンタルいい形勢になってるな。で、じゃあ、はい、俺のドローに入ります。じゃダンジョンこれでいかないと困るんだね。とりあえず、手札見るか、精鋭呪文師、おい、アイシングです。じゃあ君は次6マナでお願いします。めっちゃきついな、このエレメンタル君、知能さんかわいい。ちょ、ほんまやめてください、ほんとに。んで、おしまい、トップ、アップキープ、ドロー、アイシングです。アイシングザスしかないな、アイシングです。来た、はい、飛行警戒で死亡した時に装備品になるドラゴンですね。20修正受ける&、うん、タッパー、はい、しかしやばい終わりです結構やばいっていうか、みんな結構ケツもあるしパワーも高いな、ファーティー組は。これバロウィン強いやつ、いくぜ、アタック。そしてコンボンバットした飛行するたびにダンジョンを踏破しているたびに3マナのクリーチャーを場に戻せる。まさか、ムッシュのパラディナダール戻りました。そしてプラス1戦修正される上に出た時にダンジョン探索します。ネッサの官房、各プレイヤーはそれぞれクリーチャーアーティファクト土地のうち1つ意見下げない限り2点のライフを失う。とりあえず土地だな、やーべえ、でハーマパシャールインでもう一回、やばいよ。ちょっと待って、この青を土地を、 OK、 じゃあ4-4-3-4-4-2、それで何でブロックしても死にそうだな、負けました。うわー、ダンジョン攻略攻略されるちょっと待って
マジでめちゃくちゃ強え。いやー楽しい。いやこのダンジョン強いな。いやでもこれさ結構俺もさ痛いからさ。いやいや攻めてる時このダンジョン強いな。攻めてる時強い。ええー、すごいね。いきます。はい、いくぜ。ラグリンのトライオームたっぷりのところに、うん、かっこいい。なんかちょっとさ心なしか絵柄がダンジョン&ドラゴンみたいな感じのいいかもしれない。いいかもしれない。よし、1番だ。ダンジョンカウラー。え、これでタップ状態で、で、21なんだが、ダンジョン踏破するとこいつが墓地に行った時、手台戻ってこれる。へぇ、しまい。ダンジョンをつくやつや、うつくゾンビよ。やばいな、そいつ。よし、じゃあね、僕は手札のアダルトゴールドドラゴンを公開することによってドラゴンの女王の地位を判断した。分かった、分かった。色はね、赤。声でけえなって。いやいやいや、声を大にして言いたいからね、さすがに。んなもん。で、2マナから、はい、ドラゴン、あ、オーク・オブ・ドラゴン・カイング。おにぎり来た。なんかね、おにぎりって言うな。じゃあ、ちょっとおにぎりじゃないから、これはこれで。俺、はい、ドラゴンのテーマできた感じがしていいな、これ。じゃあ、2点アタック。ね、セットして、おしまい。おい、除去じゃん。え、もうまた除去だよ。いやらしいな、いやいやいや、マジで。アダルトゴールドドラゴン公開することによってドラゴンの女王の陣を出します。はい、色は青、はい、赤と青です。まあ、終わりなんですけどね。終わりか。すぐお見舞いするよって。お見舞いされちゃうからちょっとそこで困るんだよ。状況構えてる色なんだもん。てこれゾンビ強っ。で、セットランド。はい、せマジで、いや、スタックあります。はい、スタックあります。はい、ちょっとふざけんなよ、そいつマジで。赤と青タップして、はい、マグマバスを切って、うん、宝物出してきます。はい、ちょっとあのアダルトな人はちょっとやめろよ。さにまなということで。やばいね、俺のドラゴンが。そう、 PV もダンジョン探索したがってます。はい、 PV もダンジョン探ってます。よし、ちょっと待てよ。はい、ドロー。うん、一番からオーボブドラゴンカインドを使って、うん、青を加えるぜ。来たか、やつが来たぜ。ごまな、いけイブリス。うん、いけおい、誤報読んだから。さすがに除去できない。まだちょっときついぞ。一旦除去だぜ。まあ戦力整えとくか。あいつ攻撃したらね、あの誤報解けるんで。やだー、屈指のパラディン。どうだ、元あダンジョン探索。デデデデ、今回どうしよう。なんか、ね、今回ね、相手がね展開早いからちょっと軽めの新しいダンジョンだ。ダンジョンこう、新しいダンジョン来た。アンデルバーの失われた鉱山。いいね、なんか一試合でちゃんと全部のダンジョン行ってる。洞窟の入り口、先日一応行われた。これ除去欲しいんだわ。うわ、除去欲しいんだわ。あれないとか思わせてあるやつじゃん。やだ、除去欲しいんだわ。で、あいつらにはバンザータくなっちゃうため、とりあえずダンジョンカウガーもう一個出して、はい、しまいです。除去ない、今しかない。殴るなら今しかないってことか。そうだ、ドロー、ピコ、イヤン、残ってるのは赤バラで、うん、アイシングです。ですです。そしてイブリスね、アタックパンチ。5点は通すか。うん、今手札1枚1枚早いかな。通そう、よし通そう。通ったな。3枚とさ1枚なので2枚ドローします。はい、ちゃんと言えてないけどそれあって2枚ドローします。もうなんか引きたすぎてちょっともうおかしくなった。下がおかしくない。おしまい。オッケー、失礼します。はい、セットして、さまな遺跡探し、ハーマンパシャ。いやもうやばい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 。ということでやばい、武士のパラディン、ナダルでなく、攻撃するたびにダンジョン探索する。2回外す。うーん、ここは、2回外す。ゴブリントークンだぞ。ゴブリンの住処。2体で。ゴブリントークン。やばい。ででん、ババーン。ちょっと、俺らに力を貸してくれ。アンドラゴンに対して。おい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 。力を貸してくれるぞ、ゴブリンが。で、アタックしたので、3点。まあ、もう受けるしかない。はい、オッケー。13。で、おしまいです。よし、じゃあ、エンドウェイズ赤で。おお、ドラゴンカインドの効果、上から7枚ドラゴンを加えるぜ。7枚、ちょっとね、最初はね、マナ加速で、後でね、手札に変わって、ドラゴンに変わってくれる。そうそう、あんまり腐らないのよ。よし、アダルトゴールドドラゴンだ。2体で、2体が、まあ、そいつ伝説じゃないから、何体出して何体出てくるからね。はい、じゃあ、申します、はい、アンタップ、ドロー。チームリス冒険者、諸君。はい、君たちは、よく頑張った。あれ冒険者諸君、よく頑張った。なんかあるぞ。だけど、お前らの冒険はここで終わりだ。あれ？君たちの冒険はここで終わりだよ。介入やめて、介入やめて。いや、終わりしよう。介入だ。冒険者諸君。何点ですか？マグマボードを探して。8点どうかいや、さっきと違うんだよ。ここで3、ここでね、全員死ぬのは。よーし、ドラゴン以外なんでね。ゴブリン君。ゴブリン君。
防御者諸君、防御者諸君強いんで、あー男女の2階層でしてバーン、ゲームオーバー。ちょっとクソゲーですか。いやいや、まだまだで、もしかしてこの男女クソゲー、クソゲーじゃない、信じよう。とりあえず、ドラゴンの女王で、はい、アナルトゴードラゴン見せてくれます。青です。で、2マナでハンド、はい、ちょっとハンド減らしてかなきゃいけないんでね。そしてアタックいくぞ、アイシングデスとイムレスでアタック9点強っ、入ったことにより上から1枚と、はい、刺すきつい。おい、よし、冒険者諸君終わりだ。一応イムリス、これでもまだある、ある。だけど見て、回帰してるし、ハンドにもいるぞ、ハンドにもいるぞ。グランドクンドル族のバロービー、ダンジョン探索。なんかまだあれだな、しぶといな。そっか、ケオコの毒サイタリーはゴーザンのトンネル行かなきゃいけなくて。そうだよ。あ、待って、道があるんだ。そうそうそう、こっちからこっち行けないんだ。行けない行けない行けない。すげえ、今気づいた。お、すごい。ちょ、強化してもあいつら飛んでるんだよな。ゴブリン出すから。まあ、ちょ、ポンプがライフォンにかかることを願って、ちょっとあのアタックしないっていうね、選択肢もあるかなっていう。ねえねえよ、暗黒の泉、ね、暗黒の泉1点ライフゲインします。で、そのあって、こっちは1点ライフしない。ねえ、ねえねえよ、勝利した、冒険者。ねえねえ、しまい。やっぱりここはね、普通に声を大にして倒しに行こう。声を大にして倒しに行こう。アダルトゴールドドラゴンを出します。いくぞ、冒険者アタック、ドラゴン、ゲームオーバー、ゲームオーバー。今回はドラゴン勝ち。はい、というわけでね、ダンジョンデッキ VS ドラゴンデッキ、いかがでしたでしょうか。いや、なかなかね、白熱して面白かった。いや、あのね、ギミック面白いわ。ダンジョン、ダンジョンギミックいいな。いいね、楽しい。3つのダンジョンしかないって思ってたんだけど、最初は。でも、どれ選んでもね、なかなか面白く。この後、うん、これを EDH とか、そうそう、いろんなフォーマットでできるかもしれないってことなんですよね。そう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 。めちゃくちゃ盛り上がるじゃん。面白い。やばいっすよね、これ。なんかみんながさ、このダンジョン行くなよとか言われるのかな。やだよーとか言って。あとね、他人制だったらみんなダンジョン行けるから。あ、そうだ、俺はこのファンデルバーのシナリタ鉱山に行くぞ、俺は魂を食らはかに行くぞ、俺はこっちに行くぞ、できるわけだ。あ、これは面白いギミックやな。なんかね、こだわりを感じた。そのこっちの部屋に行くと、うん、こっちに行けないよっていうのがあって、ね、そうそう、ね、さっき言ったね、鉱山のトンネル行かないとキノコの洞窟に行けないっていう、さっきのね。いや、これパーティーっていう名前がいいね。パーティーはね、まあ、あの違う、もっと前のギミックだったけど、いや、まあ、改めてこういうなんか感じだといいなと思う。伏線張ってあったなと思って。まさかここに来るとはね。ドラゴンどうだった？ドラゴンはね、かなり、うん、あ、パワーゲームですね。パワーゲーム。いやね、あのドラゴンの介入マジで強いね。まあ、これもストレック成分ってね、1個前で出したやつだけど、なんかここに来て進化を発揮したっていう。そう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 、あの今回はあのドラゴンの火ってカードですか、うん、こういうカードもあって、なんかストラクチャーデッキを回してる気分になった。確かに分かる。そうそうそう、強いとかじゃなくて楽しい。うん、なんかドラゴン系のデッキ使ってるぞって感じがあって、すごい回して面白かったし、アダルトゴールドラゴン普通に強いぞ。4-3速攻反攻飛行は強いんじゃない？反攻速攻はいいね。強いね。一気にそのアグロ対決だとライフレースでひっくり返してくるから。そうそう、でイヌリスとかね、本当にこういう誤報用持ってるこいつとか、うん、当たるとやっぱハンドドローできるし、なんか前回もジェスカイドラゴンのデッキに、まあ1枚2枚入ってたこともあるこのマグマオパスとかも噛み合ってるよね。なんか改めて思うけど、宝物出したりとか、あと後半ね、なんかマナ伸びてくるからドラゴンデッキだから、そうそう、だから違和感なくドラゴンデッキとして使える、ね、ちょっとドラゴンの関係で追放すると、そうそう、めっちゃ強い、8点とか大体死ぬっつめっちゃ強い。だから結構楽しみたいし、ストラクチャードラゴン俺使いたかったんだよねって人にはおすすめかもって思いました。今回はね、楽しく遊べるねって思ったんで、うん、はい、まあ、今回はね、まあ、こんな感じで戦ってきましたけど、皆さんどうでしたか？よかったらね、ぜひね、こういったデッキ組んでみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。というわけで、プロピーお疲れさまでした。ポンポコメンでした。バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。